こんにちは、ハッサンチャンネルです、今回はね、久しぶりに乗りましたよ、GSR 日本一周の旅に出発したのが6月の20日なんですけども、そのね、出発直前ぐらいにちょこっとエンジンかけてね、近く乗ったんですけども、それ以来なんでね、今日がね、8月の24日、2ヶ月以上ね、乗ってなかったんですけども、いやー、久しぶりに GSR 乗りましたよ楽しいですねやっぱりね、いいですよ、バイク。皆さん、おバイクしてますか？いや、本当ね、大阪がね、もうここのところ、ずっとね、雨続きで、なんかね、台風とかも影響あったと思うんですけども、皆さんの地域、どうですかね？やっとね、昨日あたりから雨マークがね、天気予報から消えて、今日ね、ちょこっと洗車して、久しぶりにね、ずっとバッテリー外してたんでね、バッテリーつなげて、久しぶりに乗ってるんですけどもね。いやー、ほんとね、旅中、北海道走ってる時なんかはね、GSR 乗りたいなっていうね、衝動に駆られたり、動画の編集ね、大阪に帰ってきてからずっと試乗動画なんかをね、編集してると、もう無性にバイクに乗りたくなってね、うずうずしてたんですけども、やっと乗りましたよ、久しぶりに。嬉しいですね、GSR、いいじゃないの。本当ね、GSR はね、去年の日本1周目のね、旅帰ってきてからほとんどね、乗れてなかったんで、今日はね、今からはね、ちょっと1時間ちょっとぐらいのところにあるね、僕のね、お気に入りの場所、久しぶりに行くんですけどもね、布目ダムのね、中にある牛神ね、コスモスなんちゃらっていうね、公園みたいなところ、そこに行きたいと思います読み方また間違ってるかもしれないですけどもね。いやー、バイクいいですよ、 GSR。 いや、 GSR はね、本当、バッテリーをね、外して保管してたっていうのもあるんですけども、エンジンもね、一発でかかってね、絶好調ですよ、本当に。 GSR は全くね、未だかつて故障らしき故障したことがないんですよね。すごい完成されたバイクですよ。いやー、ここがね、RS 太一本店。あれ、 RS 太一が、あ、あった、びっくりした、なくなったかと思った久々に行きますね、これ半田道路のね、山の入り口なんですけども、ここに RS 太一のね、大阪本店があるんですよ。あれ、あ、今日は定休日ですね。いやー、やっぱりね、GSR いいですよ。大型バイクはね、パワーがあって楽ですね。やっぱりね、日本一周、僕、バーグマンにしてて思ったんですけど、バーグマン200自体もね、スピードは速い方で出そうと思ったらね、百何十キロとかも出るんですけど、出さないですけどもね、マックスで出そうと思ったら、多分ね、130ぐらいは出るのかな。ちょっと測ったことないから分かんないですけども、でもどうしてもね、無理すればそれぐらいスピード出るんですけど、無理せずにね、軽く、この人間でいうとジョギング程度な感覚で走ってる時の速度域でいうと、やっぱり北海道とかを走るとね、後ろから車に追いつかれてこう抜かされていったりとかがあったんですよね。その点 GSR はね、もう回転数も低くね、ゆっくり軽く流してる感じでもう十分な速度が出るんで、しんどくないんですよね、流してるのが。そのあたりはね、やっぱり大型の排気量のね、このゆとりがあるのと、ゆとりなくスピード一応出るけど、エンジンの回転数を上げてね、高回転でちょっとエンジンに負荷かけながら走ってるっていうのとの違いがね、やっぱりあるんですよね。だから僕思ったのがね、やっぱり北海道とかを走るのは中型200ではね、微妙かなって、ギリギリラインかな。250のミッションのバイクで6速に入れて回転数ちょっと落とし気味だったらね、まだあれなんですけども。ようこそ奈良へ。久しぶりに見ましたね、仙人くん。いやー、やっぱりね、バイク楽しいですね。軽く流してるだけなんですけどね、久しぶりに乗る GSR はいいですよ、やっぱり4気筒サウンド気持ちいい、最高ですよ。さあ、こちらはね、奈良公園ですよ、奈良公園。
まあ、僕はね大阪に住んでてすぐ近くなんでしょっちゅう通るんですけども、あ、人力車もいますね。あ、鹿さんがいっぱいいますね。あ、今日も鹿が多いですね。おっと、びっくりさせましたか、ごめんなさいね。この辺りのね、この辺の草むらがね、鹿のたまり場なんですよ。夕方あたりになるとほらいっぱい出るでしょこれここすごいいっぱい出るんですよ。ちょっと奈良公園の鹿はちっちゃい鹿が多く見えますね。北海道なんかに行くとね、僕は鹿何度も見たんですけどもすごい大きいですからね、鹿が大きな角にね、立派な。さあ、布目ダムですね、こちら布目ダムに到着いたしましたよ。もうあとね、5分で目的地なんですけども、僕のね、お気に入りの場所があるんですよ、とっておきの。釣りをいっぱいしてますよ、あそこで。いやー、大阪に帰ってきてからね、久々に緑の中に来ましたよ。マイナス4たっぷりですよ。気持ちいいじゃありませんか。やっぱり緑っていいですね。もうこの辺りです。あ、ここですね、到着しましたね。久しぶりに来ましたね。あ、車が多いですね、やっぱり。この先にね、駐車場があるんですよね、一応。わ、車多いですね。誰も駐車場に止めないですね。お手洗いもね、一応あるんですよね、ここ。到着。あー、GSR やっぱりかっこいいですね。今日洗車したんでね、久々の GSR ですよ。このマッチョなね、このエンジン周りのね、4気筒のこの幅、かっこいいですね。さあ、ここからね、ちょっと歩いてね、とっておきの場所まで行きますよ。久しぶりですね、ここ来るの。風が強かったのかな、台風が来てたからか、枝がいっぱい落ちてましたね。ここをね、登るんですけど、うわ、木がすごい、前にも増してジャンゴージャンゴールになってます。あ、こっちはまだ通れるか。すごいね、木が。うわ、蜘蛛の巣や、えぐえぐ。ちょっと待って、これ無理。びっくりした、蜘蛛の巣。うわ、ここっちもや、えぐいぞこれは。木の枝がないと。木の枝、木の枝。しかも中心に蜘蛛が。ごめんよ、ごめんよスパイダー、ちょっと通してね。ああ、やめて、やめて、やめて、頭に何かが。やめて、やめて、木が折れた、木が折れたよ、木が折れたよ。うん、あ、ここにもスパイダーが、ここにもスパイダーが。ごめんやで、飛ぶから。ちょっとまた、ああ、ここにもスパイダーが。ごめんやで、スパイダー。ジャンゴージャンゴーやな、ここ。うわ、顔にスパイダーが、スパイダーだらけや。虫がえぐい、えぐい。やめてくれ、やめてくれ。ちょっとやめてくれ。ああ、蜘蛛の巣地獄だ。ああ、久々に来ましたね、僕の秘密基地。ふう、ふう。さあ、お腹空いたんでね、僕ちょっとラーメン持ってきたんで、ラーツーっていうことで、ラーメンでも食べますか。てい、てい、てい。ごめんやで、やはりスパイダーが、クモが、スパイダー、ごめんやで、自然に帰ってくれ。君はそこじゃない、君の居場所はそこじゃない、ごめんやで。さあ、レッツクッキングしますか。お腹空きましたよ。ほいっと、ファイヤー、ファイヤー。セミがね、セミも鳴き始めましたよ。
と言うと止まるんですよねこれあるあるですけど、麺のね美味しそうな匂いがしてきましたよ。わかめがすごいすごい色してますけども、大丈夫ですかこのわかめ。あ、大丈夫そうですね。乾燥してちっちゃくなってる時すごい真っ黒の真っ黒の粒に見えたからやばそうな色してたけど、うまそうじゃないですか。ピヨーチクチクピヨーチクチクピヨー、さあやけどしないようにね。ふう、ちょうど日陰になっていいじゃないですか。いただきますよラーメン。いただきます。美味しいですね美味しいですね。わかめが効いてますよこれ。いいんじゃないですかこれ。この緑のね大自然の中で食べるラーメン、まあ、湯でございますよ。まあね、毎日ね僕ずっとねパソコンの作業ばっかり編集でね部屋にこもってると、たまにはねやっぱこういう緑の自然の中に来たくなるんですよね。はあ、気分もリフレッシュですよ。ナイスショット、ナイスインですよさあ行きますか。いや今日はね久しぶりのおバイクなんでね、ちょっと蜘蛛の巣があるんで帽子かぶっていきますよ。帰り道にねまたもう一回バイクに乗れるっていうのが嬉しいんですよねこれ。もうバイクに乗りたくて仕方がないんですよ私今。さあここは気持ち悪い蜘蛛の巣ゾーンです。いやーやめて、通してください。そっと通るんで虫さん来ないでください。うわー蜘蛛の巣また張ってますね。蜘蛛の巣張ってますよ。君蜘蛛の巣張るの早いですね。ちょっと通してくださいよ。ちょっと通してくださいよ。来ないでよ、来ないでよ。いや蜘蛛の巣いや、ほいっと。さあおバイクしますよ。おバイクおバイ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 おバイ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 おバイクおバイク私はおバイク。さあ、ボバイクして帰りますか。